織田信親は、江戸時代末期の大名。丹波国柏原藩の第10代藩主。維新後、柏原藩知事、家族。爵位は子爵。官位は、15位下、出雲守。高長慶織田家13代。皇太頼愛、山崎治政の三男として誕生した。慶応元年12月14日、柏原藩の第9代藩主、織田信民の末期養子として、家督を相続する。第8代藩主、信行は、細川幸薫の三男であり、信親の実父、山崎治政の継室は、行、薫の娘であった。こうした、姻戚関係により、信親は、織田家の養子に迎えられたと思われる。慶応2年12月18日、15位下、出雲守に叙任する。慶応3年11月19日、朝廷の求めに応じて上洛する。翌慶応4年1月の鳥羽、伏見の戦いの際には、新政府軍に加わり、京都御所などの警備に当たる。小大名でありながら、かなり早い段階から新政府側に組みしている。明治2年6月22日、柏原藩知事に就任する。明治4年7月15日、廃藩置県により免職となる。明治4年10月15日、丘陵柏原において農業に従事することを願う、帰農届を承認される。明治6年2月4日、柏原の邸宅が全焼し、一族の千賀正遠の邸宅に移り謹慎する。明治9年、宮中侍講となる。明治15年11月16日に、宮内省に出仕、華族局に配属される。明治18年12月28日、依願退職する。この間、明治17年には子爵になっている。明治23年7月22日、首領官に就任する。大正10年、高齢を理由に、首領官を辞職する。昭和2年10月30日に死去、享年77。ありがとうございます。